光沢、光沢、光沢は物体表面の物理的性質で対応する心理的属性をつや、や光沢感などと呼ぶ。光沢は主として光を反射する程度によって決まるが、実際には正反射光と三段反射光の強さの比、正反射像の鮮明さ、表面のざらつき模様などが強く影響する。 光沢は表面反射光が強い金属光沢と透明物質に伴う非金属光沢との2種類に対別され、非金属光沢はさらに細分される。紙や塗料などでは光沢の規格が定められており、工業的に規格化されている光沢の測定方法としては ISO2813 において規格されている表面光沢度がある。鉱物の性質の一つ。 鉱物はその種類において特有の光沢を示すことが多いため、光沢は鉱物の識別において利用される。不透明鉱物が多いと金属光沢を示す。金属光沢とは理想的な表面状態であれば鏡のように振る舞う磨かれた金属のような光沢である。金属光沢を有する鉱物としては放塩光,光や高鉄光、磁鉄光などがある。 亜金属光沢、亜金属光沢は、金属光沢に類似しているが、その輝きや光の反射は、金属光沢よりも劣る。その分類には明確な基準があるわけではなく、曖昧であり、金属光沢と非金属光沢の中間に位置する、分類である。しばしば非常に高い屈折率を持った不透明に近い、鉱物において見られ、その代表的なものに、線亜鉱光や新車。 尺道鉱などがある。非金属光沢、非金属光沢、混合光沢、混合光沢はダイヤモンドにおいて最も顕著に見られるような光沢である。そのような鉱物は透明もしくは半透明であり、1.9を超える高い屈折率を有している。混合光沢を有する鉱物は非常に稀であり、その例としてやジルコンが挙げられる。 混合光沢よりはやや劣るものの他の光石と比較して混合光沢に近い光沢を有するものはと呼ばれ、その例としてはザクロ石やコランダムが挙げられる。ガラス光沢、ガラス光沢はガラスのような光沢のことである。ガラス光沢を表すの語はラテン語でガラスを表すに由来する。ガラス光沢は最も一般的に見られる光沢の一つであり。 比較的低い屈折率を持った透明もしくは半透明の鉱物において見られる。代表的なものに、崩壊石や石英、トパーズ、緑柱石、電気石及びホタル石などがある。脂肪光沢とは、脂肪やグリースのような、油切った光沢である。脂肪光沢は、オパールやスミレ成石のような、微細なインクルージョンを多量に含む鉱物において、しばしば見られる。 多くの脂肪光沢を持つ鉱物は、その食感においてもまたベタついている。樹脂光沢は、中ュインガムや滑らかな表面を持つプラスチックのような樹脂状の光沢である。代表例としては、琥珀があり、これは樹脂が化石化したものである。真珠光沢、真珠光沢を有する鉱物は、 同一平面上の透明な薄いシートが積層されるような雲模状の明らぐせをしており、これらの層に反射する光によって心情を連想させるような光沢が出る。このような鉱物の絵、機械は完全であり、代表的なものに白きららやがある。剣士光沢、剣士光沢を有する鉱物は非常に整った繊維状の結晶が平行に配列した明らぐせをしており、 その構造によって絹を連想させるような光沢が現れる。繊維光沢は、剣士光沢に似ているが、剣士光沢よりもキメが荒い。代表的なものに、石綿やウレキサイト、石膏の一種である、繊維石膏などがある。老光沢は、ワックスに似た光沢である。翡翠や玉髄などがある。無光沢もしくは、土光沢の鉱物は、 光を四方に散乱させる荒い下流によって、ランバート反射に近い現象が起こるため、ほとんど光沢を示さない。土光沢の鉱物には、香りナイトなどがある。しばしば無光沢と土光沢は区別され、土光沢の鉱物の方が荒く光沢が、より少ない。スター効果とは、宝石上に星型の光の筋が現れる現象である。放実するキャッツアイ効果が、 同じ原理で3方向に現れたもの。サファイアやルビーにおいて見られ、不純物として含まれるルチルに起因する。スター効果はまた、ザクロ石や陶器石、スピネルにも見られる。アベンチュリン効果とは、きらめくように光が反射する現象である。それは、母鉱物中に、表面の色に影響を与えるほど多量に含まれる、板状結晶の微細構造。 有線廃校によって引き起こされる。クロムを含有した白キララである副サイトが微細構造として含まれる。アベンチュリン。石英では石の色が緑色になり赤鉄鉱などの酸化鉄系結晶が微細構造として含まれているアベンチュリン。石の色が赤色になる。キャッツアイ効果とは回転して動くように見える光の筋が現れる現象である。それは 結晶が平行に配列した繊維上の明らく性を有していたり、結晶内の空撃やインクルージョンによって同様の構造形成されているような宝石において現れる。そのような構造の結晶配置に対して垂直な方向に光が入射すると、その反射光が光の狭い帯を形成する。この効果が現れる宝石で最も有名なものはタイガーズおよび猫目石であるが、 アクアマリニや、ムーンストーン、電気石などでも見られることがある。変色効果とは、光原の種類によって異なる色を示す現象であり、変色効果を示す代表的な宝石であるアレキサンドライトの名をとって、アレキサンドライト効果とも呼ばれる。例えば、ウラル山脈で産出するアレキサンドライトは、日光の下では緑色を示し、白熱電球の下では赤色を示す。 これの特徴的な緑から赤への色変化は、鉱物中のアルミニウムの極一部が酸化クロムに置き換わることによって生じる。アレキサンドライトなどの金緑石由来の宝石において最もよく見られ、他にもサファイアやザクロ石、スピネルにおいて見られる。シラー効果とは、石の表面下で金属的な虹色の変色効果が現れる現象である。鉱物の相乗構造により、 表面近くへ入った光がの相関で干渉して、反射するために起こる。シラーはドイツ語で、きらめきを表すという語に由来している。ガッツ長石やラブラドル長石において見られる。氷長石やアマゾナイトに見られると類似するが、やや効果は弱く、アベンチュリン、砂金石や、ひな返しで見られるでは反射の元となる構造が大きい。ため単純な光の乱反射になる。 有色効果、イリデッセンス、とは、前述のシラー効果と同様に、石の表面で干渉した光が反射して、変色を示す現象だが、不均一な相乗によって干渉光に、様々な波長が含まれるため、シラー化よりも、多色の範囲が多彩である。真珠、アンモライト、ラデンなど、アラレイシを、外骨格とした、生物由来の宝石に多い。オパールは、 水晶と同じに酸化ケイ素が染晶質となって、他の成分と共に入荷しているものでメノーに近い。しかし、わずかな結晶質が干渉を起こして、やはり有色効果を示すものがあり、これをプレシャスオパールと呼んでいる。宝石業者によってはこれをイリデッセンスと区別してオパレッセンスと呼んでいることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。